さあ続いては滋賀の風ふわりです。はい、今回は連休のお出かけにぴったりなスポットをご紹介します。桜の花はもう終わり、これからは緑が美しい季節へと移っていきます。滋賀の風ふわり、今回は柔らかな緑に囲まれた米原市鮫貝養豚場で清流に住む魚たちと触れ合います。米原市の南部、鈴鹿山脈の山懐に抱かれるように広がっている滋賀県鮫貝養豚場は明治11年1878年設立、日本で最も歴史のあるマス類の養殖施設です。わっ、冷たい。鮫貝養豚場の水は鈴鹿山脈の北の主峰霊仙山の湧き水です。この冷たくて綺麗な水がたくさんの魚たちを育てています。場内にある大小さまざまな池にはニジマス、アマゴ、イワナなど渓流に住む魚のほか、琵琶湖の固有種であるビワマスも泳いでいます。また北海道に住む幻の魚と言われているイトウやキャビアが取れる古代魚チョウザメ、そして滋賀県と岐阜県の一部にしか生息しないハリオなどの貴重な魚も展示飼育されています。鮫貝養豚場の仕事はマス類の生産、養殖技術の普及と研修、それに滋賀県内のマス類の調査研究と3つの役割があります。他にも子どもたちを対象とした魚教室や採卵教室などの活動も行っています。鮫貝養豚場のお楽しみはフィッシング。これまでも餌釣りはできたんですが、今月の29日からは新たにルアーフライ釣り場がオープンしました。では私も早速挑戦してみます。せーの、えいっ。お、もうやってきてます。あ、来た来た、あ、来てる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 、めっちゃ力強い。お、初心者の私にも釣ることができました。そして釣った魚はリリースです。ルアーフライ釣り場は釣った魚を放流する完全リリース制になっていますが、魚を食べたいという方には場内外のレストランで美味しいマス料理を味わうことができます。さて、いよいよ大型連休突入です。皆さんも新緑に包まれながら魚たちとの触れ合いを楽しんでみませんか。連休後の5月15日には新緑マス祭りも開催されます。滋賀の風ふわり、さて次回はどこの空へ運んでくれるのでしょうか。新緑が本当綺麗ですね。ゴールデンウィークどこに行こうかなと迷っている方は、はい、ぜひですね、お弁当を持って、うん、お子さんも、ね、喜びそうですから行かれてみてはいかがでしょうか。いいですね。それから5月15日に、はい、マス祭りというね、マスの試食などもあるイベントもあるということですからね。で、はい、で最寄り駅の JR 鮫貝駅近くにあります水の駅でレンタサイクル、うん、自転車を借りることもできますので、散策を、ね、楽しんでみるというのもいいですね。気持ちいいですよね。はい、お出かけください。さて、次回は子どもたちを犯罪から守るための取り組みをご紹介したいと思います。それでは県政週刊プラスワン、今日はこの辺で失礼いたします。